この動画を見た10分後、あなたも仕事できる風に 100% なれちゃいます。学識サロンのマーです。今回は、須内恵美さんの著書、一生ものの正しい敬語と上級の気遣い。先生、ダメダメな私を2時間で仕事できる風にしてください。これを紹介していきたいと思います。いきなりですが質問です。あなたは普段仕事をしていて、こんな風に思ったことありませんか？同僚や上司から頭がいい人って思われたい。会議でできる感を醸し出したい。みんなから一目置かれるプレゼンをしたい。それは誰だって半沢直樹ばりに仕事ができて嫌な上司には倍返しだってやりたいですよね。他にも仕事ができて後輩からも憧れる存在になりたいって思いますよね。でも入社時のマナー研修で覚えるような基本的な電話対応すら上手な言い回しができなかったり、上司にも怒られてばっかり、今後もこの会社で毎日怒られ5年10年と過ごすと考えるとまさに地獄。そうやってもう諦めかけているそこのあなた、もう大丈夫。結論を言うと、この本を読んだ2時間後にはあなたもできる人になれなくても、できる風にはマジでなれちゃいます。実はこのできる風になるってのが重要で、正しい敬語とか気遣いを学んで、まずは模倣する。その模倣を続けていけば、いつの間にかそのできる風が体に染みついて、マジで仕事ができるようになっていくんです。この本では会社でのあるある場面とその対処法、言い回しがピンポイントに書かれていて、しかもイラスト付きで超読みやすかったです。読書がね、苦手な方も2時間あれば簡単に読めちゃうので、おすすめの一冊なんですよ。そこで今日すぐに学べちゃうのはこの3つ。 1. 電話対応で周りと差をつける方法。 2. 上司との会話はで差をつける。 3. 挨拶や雑談でできる風になれる裏技3選。特にね、3つ目の話は今日覚えておくだけで、明日から仕事以外の日常生活にも使えて、周りから一目置かれる存在になれちゃいます。この動画もし最後まで見てくれたら、あなたのこと超大好きになります。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録してパパ応援してね。1つ目、電話対応で周りと差をつける方法という話です。あなたは会社での電話対応、毎日どうしてますかね。実は会社での電話対応が苦手って人多いんですよ。特に今の若い人は電話よりチャット世代なので、電話恐怖症の人もいるくらいなんです。みんなが苦手で大して重要視していない。だからこそここで学んで周りと差をつけちゃいましょう。まず電話では相手の表情が見えないからこそ、誤解を招かないためにも普段より喋る内容に気をつけなければなりません。私がこの本を読んでいて、これは使えると思った言い回しを3つ厳選してね、ここで紹介していきます。もうね、今すぐメモって電話機の横に付箋を貼ってほしい。1. 電話した相手が外出中で戻り時間を確認したいとき、電話対応で遭遇する確率が高いのがこれ。電話したタイミングで相手が出るとは限りません。こんな時あなただったらどんな言い回しをしますかね。お世話になっております、学識サロンのマーと申しますが、サラタメさんはいらっしゃいますでしょうか。申し訳ございません、サラタメはあいにく席を外しております。あっちゃ、サラタメさんいないのか。さあどうする。ここで何時だったら大丈夫ですなんて言っちゃうのは NG。 じゃあこれだとどうでしょうか。何時でしたらいらっしゃられますでしょうか。パッと聞いた感じ良さそうですが、これだと惜しい。三角。一目置かれる人はこう伝えるんです。恐れ入りますが、何時頃でしたらお席にいらっしゃるご予定でしょうか。これはどうですかね。ここでのポイントは2つあって、まず1つが二重敬語を使わないこと。よくありがちな間違いが、何時頃でしたらお席にいらっしゃられるご予定でしょうか。これはいらっしゃるとられるは二重敬語になっていて、いらっしゃるが正解なんです。ポイントの2つ目が、外出先からの戻り時間が確定していないこともあるので、何時に戻られますかではなく、何時頃戻られるご予定ですかみたいに、頃と予定を使うのがベタ。これ使えばね、私もサラタメさんと電話できるはず。2. セールスの電話がかかってきて、相手が強引に話し始めた時。営業の電話って突然かかってきて、しかも強引だから、これどう対応していいか迷いますよね。この場合よく言いがちなのが、ただいま来客対応中ですのでとか、そういう電話は断っていますのでとか、結構です、仕事中ですので失礼いたしますって言っちゃうんですが、これだとその場は終わらせられても、また後日電話がかかってくる可能性が高い。何より仕事できる風にも見えません。そんな時に覚えておきたい一目置かれる伝え方、それが恐れ入ります、上の者から営業のお電話は全てお断りするように言われておりますので失礼いたします。これです。確かにこれ言われたら、また後日営業の電話をかけようとはなりづらいですよね。実際私サラリーマンの時、この方法使われると結構きつかったの覚えてます。もうね、今後一切営業電話をしてほしくないなら、おどおどせずにビジネスライクに、かつ堂々と伝えるようにしましょう。さらに付け加えるなら、御社のリスト自体から外してくださいと言えばもう完璧。ぜひね、明日から使ってみてください。2つ目、一目置かれる上司との会話という話です。
上司との会話での言葉選び、これ迷いますよね。ここではこの本の中から明日から絶対使える言い回しを2つ厳選して紹介しちゃいます。1、上司から仕事の進め方についてレクチャーを受けたとき、上司からためになる話が聞けたとき、つい言ってしまいがちな言葉が参考になります。これなんですが、実はこれ自分の考えの足しにする、自分の考えをまとめる際の判断材料の一つに加えるという意味合いになって、目上の方に対して失礼に当たっちゃうことがあるんです。じゃあどうしたらいいのか。無難なのは大変勉強になりました。ですがこれもよくありがちな言葉ですよね。はいはい、本当は思ってないでしょって思われちゃうかもしれません。そこで使える一目置かれる伝え方が、〇〇の点は気づきませんでした、大変学びになりました、これです。学びになりましたってかっこいいですよね。ポイントはどの部分がどう勉強になったのか、これを伝えること。〇〇はこれまで気づきませんでした、今日は〇〇を学ばせていただきました、〇〇のお話は目から鱗です、みたいに常套句ではなく具体的な言葉で上司に伝えるようにしましょう。ぜひね、この動画のコメント欄で使っちゃってください。上司から帰り際の大量の仕事を頼まれた時、よくドラマとかで上司がドカって資料をデスクに置くやつ、これもやっといてねみたいなやつありますよね。いやもうこんな時間に仕事振るとか絶対わざとじゃん、嫌がらせじゃんって思うと思います。でもそのイライラの感情のまま、無理ですできませんとか、約束があるため本日はいたしかねます、こうやって上司に伝えたらどうですかね。きっと明日から上司に生意気なやつって思われて働きづらくなってしまうこと間違いなし。そんな時に使える一目置かれる伝え方がこちら。申し訳ございません、本日は所用があるのですが、明日の午前にしたら作業ができます。これなんですよ、会社にいると上司から無理難題を押し付けられることってやっぱりあるじゃないですか。そこで簡単な理由を添えて、この後は難しいけどいついつまでならできると代替案を付け足すのがポイント。感情のままに伝えたら絶対失敗するので、そこはねマジで気をつけましょう。3つ目、一目置かれる挨拶や雑談という話です。ここでは会社以外でも挨拶や雑談で簡単に使える役立つフレーズを3つ紹介しちゃいます。1、上司や先輩に食事をご馳走になり帰りに挨拶をするとき、これね、ご馳走様でしただけなら小学生でも言えるので、あなたはもう立派な大人です。ですのでここで気の利いた言葉を添えてあげましょう。ご馳走様でした、とても美味しかったです、これもまあ普通ですよね。できる人はこう言うんです。ごちそうさまでした、本日はお誘いいただきありがとうございます、特に海鮮が新鮮で本当に美味しかったです。これどうですかね。このポイントはですね、何がどう美味しかったのか具体的な感想を言ってるのがいいんですよ。これは癖をつけるようにしましょう。スープが濃厚でとても美味しかったです、あのデザートは初めて食べたので感激でした、こうやって印象に残った点を添えてお礼を言うだけで上司の印象は圧倒的に変わります。さらにね、帰りの電車の中ですぐに SNS とか LINE を通じてメッセージを送るとさらに好印象なので、ぜひやるようにしましょう。2、お酒が飲めないのにまあ一杯と勧められた時、最近だとお酒の許容とかは少なくなってきたと思いますが、もしあなたがお酒が飲めないのに勧められてしまった、しかも断りづらい相手という場合だったらどう伝えればいいのか。これあなただったら普段どうやって伝えてますかね。お酒は飲めないんでとか、アルコールはいただけないんですだけだとちょっと惜しい。一目置かれる伝え方はこうなんです。お気遣いありがとうございます、アルコールはいただけないのでウーロン茶にしてもよろしいでしょうか。これです。ここのポイントは、最初にお礼を言ってから、残念ですがアルコールのアレルギーなのでソフトドリンクをいただきますみたいに礼儀正しくかつ堂々と伝えるのがポイント。相手もね、飲めないのを知っていて懲らしめてやろうなんて思っていないんです、ただこの飲み会を楽しい場にしたいだけだから、といってその場の雰囲気に合わせて無理して飲んだらダメです。では形だけと言って乾杯の時だけ手に持つぐらいで OK です。自分がどう思っているのかはちゃんと言葉にしないと相手には伝わりません。しっかり大人の気遣いである、お気遣いありがとうございますみたいな言葉を添えて相手に伝えるようにしましょう。これであなたもワンランクアップです。さらためです。1、電話対応で周りと差をつける方法。2、一目置かれる上司との会話。3、一目置かれる挨拶や雑談という話でした。どうでしたかね。他にもこの本にはあなたが今後経験する場面で絶対に役立つフレーズが盛りだくさんでした。さらに気になるって方は説明欄のリンクからぜひねポチってみてください。最近ですね、2歳の息子が結構喋ってくれるようになったので、皆さんにぜひこの世界一可愛い声を聞いてもらいたくて、今回はこのおまけで紹介します。親バカですやん。まずはですね、これチカ味。最近あったかくなってきたんでスイカ食べたんですけど、可愛かったんですよね。いや、これね、お菓子とか食べるときに私がいいよって普段言うんですが、最近は自分でお菓子を持ってきて自分でいいやって言って食べようとしてるんですよね。めちゃ可愛い。ママガリー。これね、まだ好きって言葉がね言えないんですよ。言えないときなぜかガリーっていうのが最近の彼の趣味です。カレー。
何食べたいって聞くとカレーっていうのが超可愛いんですよね。ピーポー、もうねパトカーとか救急車大好きで、おもちゃが全部ピーポーになってますね。もうピーポーさえ持ってれば静かに遊んでくれています。いや、俺はねお風呂入ろうって言うと必ずこうやって返すんですよ。お風呂が大嫌いです。可愛い、可愛い、可愛い、可愛い。まだね可愛いって言えなくてね、クイーンになってるのがいいんですよね。この言葉覚えたての感じが一番可愛いかもしれません。どうでしたでしょうか。動画の勉強の合間に癒されたという人がいるならよかったです。親バカです、すいません。学識サロンは企業さん向けにアニメーション制作のサービスを提供しています。会社のホームページの会社紹介としてアニメーション動画で作りたい、商品の説明動画をアニメーションで制作したい、自社の YouTube 動画をアニメーションでやりたいなどなど、あらゆる場面においてアニメーション動画は使いますので、もし考えている企業の方、個人の方はぜひ概要欄からサイトを覗いてみてください。無料でご相談にも乗っております。さよなら、さよなら、さよなら。